朝からショックな報道を見て憂鬱だよ。本当にそうよね。今回は日本代表の佐野海舟逮捕についてやるので、ぜひ最後まで見ていってね。逮捕というワードが強すぎるぜ。どういうことなのか見ていきましょう。サッカー日本代表の佐野海舟容疑者を逮捕。30代女性に3人で丸的暴行の疑い。いろいろある中で本当に最悪の部類だぜ。寝起きにスマホでこのニュース見て飛び起きたわ。未だに混乱してるんだから、それだけ衝撃的だったってことだよな。続き見ていこう。女性に丸的暴行を加えたとして、警視庁がサッカー日本代表ミッドフィルダーの佐野海舟容疑者、23、ら男3人を不同意丸行容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。逮捕は14日。捜査関係者によると、佐野容疑者は知人の20歳代の男2人と共謀し、14日午前4時過ぎ、東京都文京区湯島のホテルで、30歳代の女性に丸的暴行を加えた疑い。女性が直後に110番し、駆けつけた警察官がホテル近くの路上で3人を発見して身柄を確保した。3人は女性と事件直前まで一緒に食事をしていたといい、警視庁が詳しい経緯を調べている。佐野容疑者となってるのが悲しすぎる。詳細がわからないからなかなか難しいところだけど、逮捕されたのは事実で、これから明らかになっていく。しかし知人二人も気になるし、この内容が事実ならなんてことを。被害女性には心のケアをしっかりしてもらって、佐野はこれが事実ならとんでもないことよね。佐野容疑者は昨年11月、ワールドカップダブルハイ、アジア二次予選の日本代表に初選出され、今月4日には鹿島アントラーズからドイツ一部のマインツへの完全移籍が発表されていた。なんでこのタイミングなんだよ。もちろんタイミング関係なくありえないことなんだけど、これからって時にどうしてって疑問が出てくるわよね。日本代表もだし、何よりも鹿島アントラーズにマインツ。とんでもないことをしてしまった。鹿島アントラーズにお世話になってたのに、恩をあだで返すようなことを。マインツも完全に裏切られた形だよな。契約が白紙になるのはほぼ間違いなさそうだ。みんなの反応を見ていきましょうか。これは鹿島や移籍先のマインツの存在はもちろん、ドイツや他の欧州リーグでの日本人選手の信用問題に関わることで、これから欧州リーグに移籍する日本人選手に影響は出るだろう。また彼にはオランダでプレイする弟もいる。この首都圏で遠藤や森田の後継者とされていた佐野自身を失うことはもちろん、世間からのバッシングも含め日本サッカーは大打撃を受けることになるもし不起訴処分でも多少なりとも影響は出るだろうし、本当にとんでもないことをした。佐野の弟についてはこの後やるわ。今まで日本人選手がコツコツ積み上げてきたものを壊すようなとんでもない事件だな。これは驚いた。特にマインツ移籍直後というのがまずい。日本人選手は比較的安価でトラブルも少ないというのが欧州側から見た魅力だったが、伊藤に続き佐野もこれでは日本人選手そのものに対する評価が揺らぎかねない。しかも、事件にはなっていなくとも、日本代表選手が女性との間に起こした丸的トラブル案件は他にないわけでもない。もはや一個人の問題として片付けるには無理があるのではないか。仮にも、日本を代表する選手たちなのだから、その立場に責任が伴うのも当然のことではないか。協会がしっかりと責任を持って指導してほしい。伊藤の件はまたちょっと違うけど、ちょいちょいこういうのがあるし、続いてるのも問題よね。ただ、この辺ってもう個人の問題だよな。協会が指導したとこで効果は薄いだろうし。指導も何も、これ犯罪だからね。犯罪はしてはいけません。で指導するの？普通であればこんなことしないもんな。個人個人で責任持つしかないけど、いざこうなった時は個人だけの問題じゃなくなる。言い方悪いかもしれないけど、割に合わなさすぎじゃないか？佐野はこれで全てを失うことになるんだぞ。もう少し理性的に考えられないかな。そう思うからみんな困惑してるのよ。現行犯逮捕なので、ほぼ確実な証拠もあるのでしょう。サッカーとしてどころか人生としても終わりになってしまいました。冗談抜きで、これから先の日本のサッカーを引っ張っていく存在の一人になるはずでした。彼をサッカー選手として見る日は、もう二度とないと思います。残念、というよりも、女性がかわいそうでならない。容疑の段階ではあるけど、伊藤の件と比べてかなりまずい状況だもんな。伊藤の件があったばかりなのに、事実がどうこう以前の問題よね。なんとも衝撃的なニュースが飛び込んできた。23歳と若く、代表にも選ばれたばかりで、マインツへの完全移籍も決まり、まだまだこれからの選手だったのに、丸欲を抑えられなかったのだろうか。一人の女性に3人がかりでというのも卑劣な犯行だ。女性ファンだっていてくれたのに、一転して女性の敵になってしまった。でもこういう性癖というのは治らないんだよな。取り返しのつかないことをしてしまったと思う。不同意丸功罪は魂の丸人とも言われ、女性には心のケアをしてあげてほしい。なんでこのタイミング？って思うけど、この手の事件って結構なんでわざわざここで？っての多いよな。タイミングとかそういうのは関係ないのかもしれん。犯罪はもってのほかだけど、メリットとデメリットを考えた時に圧倒的にデメリットが多いと普通は思うけど、こういうことする人たちはその辺の考え方もできないんだと思う。私たちがなんで？って思うのはまともである証拠でもあるのかもしれんな。この理由がわかるようになったらそういう人たちと同じってことになるし。
事実はどうあれこんな大事な時期に迂闊だなとは感じた。どの記事のコメントを見ても信じられないや驚愕反応だったので、人柄功績含めて期待されてる選手ならなおさら自身の責任のなさから発展した事件だと感じる。この手の件に飲酒の有無も出てくると思うけど、そもそもアルコールが入る程度で加害に及ぶほど自我コントロールできない人は飲むべきではないと思う。お酒関係ないと思うけどね。酒飲んでこうなるなら私もとっくに逮捕されてるぜ。現行犯逮捕は、犯罪が行われている最中だけではなく、犯行後に現場を離れようとしている時にも適用される。駆けつけた警察官がホテル近くの路上で3人を発見して身柄を確保した、ということだ。被害者が通報して駆けつけた時に発見したので現行犯逮捕に至ったということ。一方で、犯罪の構成要件である同意が不同意かについては今後の捜査次第だが、すぐに110番した被害者が同意だったとは考えづらい。何にしても、本当にとんでもないことになってしまったわね。続報を待つしかないけど、事実だと仮定すると私は佐野よりも周りの人間やサッカー界への影響の方が気がかりだ。女性の心の状態もな。そうね。では次にそれらを見ていきましょうか。7月3日、パリオリンピックのサッカー日本代表が発表され、鳥取県の米子北高校出身佐野光大選手がバックアップメンバーに選ばれました。7月3日午後、パリオリンピックに臨む U23 サッカー日本代表が発表され、米子北高校出身の佐野光大選手20がバックアップメンバーに選ばれました。パリオリンピックは、登録メンバー18名に4名のバックアップメンバーを加えることができます。バックアップメンバーとは、登録メンバー18人にアクシデントなどがあった場合、メンバー入りすることができる候補です。2022年に卒業した米子北高校では、1年生の時からエースナンバー10を背負って活躍し、3年時のインターハイではチームの準優勝に貢献しました。米子北高校卒業後は J2 ファジアーノ岡山に加入し、中盤の主力として活躍。2023年の夏にオランダ1部リーグの NEC 内目編に移籍し、リーグ戦24試合に出場して4得点を決めています。弟もせっかく頑張ってるのに兄貴が何してんだよ。本人だけの問題ではなくなってしまう。周りにも大きな迷惑をかけてしまう。佐野光大はこの件関係ないのに、そういう目で見られてしまうし、アクシデントの際の選考でも何か影響がある可能性もある。そして鹿島アントラーズとマインツもそうよね。佐野はすでにトレーニングにも合流。ドイツシッカーは、2028年まで4年契約で移籍金は250万ユーロとし、昨年鹿島との契約を2027年1月まで延長したため、移籍金のハードルは高かった、と伝えた。また、移籍金はボーナスによりさらに増額する可能性がある、という、新天地での飛躍が期待される佐野。だが、クラブを通して発表したコメントでは、鹿島が J1 リーグ2位で上位に食い込んでいることもあり、謝罪からスタートしている。この度、FSV マインツへ完全移籍することになりました。シーズン途中にアントラーズを離れることとなってしまい、本当に申し訳なく思っています。しかし、自分のこれからの人生を考えたとき、サッカー選手としてさらに成長するため、このチャンスを生かしたいと強く思い、覚悟を持って海外挑戦することを決めました。鹿島加入当初は、オーバートレーニング症候群で半年以上離脱を強いられていた。だが、鹿島からのオファーで、サッカーができる楽しさ、サッカーが大好きだという気持ちをもう一度取り戻すことができました。アントラーズの存在がなければ、僕のサッカー人生は終わっていたと思っています、と、自身のキャリアが変化した。そう思ってるならなぜ。このコメント欄には鹿島サポの温かいコメントがたくさんついていたわ。そういう人たちを悲しませちゃダメだって。彼らが見たかったのはマインツで大活躍する姿だったはずだ。このタイミングで抜けられて困るだろうけど、それ以上に応援したかった。今この記事を見るとなんとも複雑な気持ちになるのよね。日本を代表するボランチとなり、森保ジャパンでも経験を積んだ。どんな時も勝利にこだわり、選手、スタッフ、クラブに関わる全ての人と共に団結して戦うことで、自分は成長できたと思います。スタジアムでのサポーターの声援はいつも心強く、ピッチで戦う上での原動力になっていました。これからヨーロッパで自分のプレーをしっかり示すとともに、試合に出て活躍し、日本を代表する選手になれるよう全力で頑張ります。改めまして、ファン、サポーター、パートナー、地域の方々、アントラーズに関わる全ての皆様、1年半、本当にありがとうございました。ドイツでスタートする佐野の新たなサッカー人生。まだまだここから成長を続ける。最後の締めがもうなんといったものか。この時はまさかこうなるとは誰も思わないわよね。私もマインツ遺跡でウッキウキだったし、自分もレベルは全然違うけどサッカーやってて、ふと思った時あるんだよな。大勢のサポーターの声援ある中でやるプロの選手ってどんな気持ちなんだろうって。佐野にとって鹿島アントラーズのサポーターの声はどう感じていたんだろうか。話したことが事実だと思いたいわね。ならなんでサポーターを裏切るようなことするんだよ。もやもやするよ。やりきれない。誰も幸せにならない。いや、全員が不幸になるじゃないか。今は続報を待つしかないけど、さすがにこれは取り返しがつかない。ショックだよ。ただただ本当に。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。オーニーポー。